それでは続きましては2社目です。株式会社クアンドです。事業名は現場コミュニケーションプラットフォームシンクです。では上映の前に担当メンターでありますアーキタイプ株式会社代表取締役 CEO 中島淳様から発表者の紹介をお願いいたします。こんにちは、アーキタイプ中島です。投資をいつも検討するときにですね、やっぱ経営者が持つアンフェアなアドバンテージがあるかないかっていうことすごい重要だと思うんですけども、今日の、クアンドの下岡さんはまさに実家が、建設の仕事をやってるって中で、現場の流れのことをよく分かってる中でですね、課題となっているその現場監督の、労働力最適化っていうところを解決するサービスとなってます。で、図らずもですね、まさにこういうその世の、あの時勢の中でリモートワークのための最適なコミュニケーションツールというその、サービスですので、もちろんその建設にとどまらずいろんな領域でですね、活用が、期待されるようなサービスとなってます。まさに ICT でですね、この、難局を乗り切れる、いいサービスだと思います。ぜひ審査員の皆様も、一票ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは株式会社クアンドのプレゼンテーションを上映いたします。現場コミュニケーションツールシンクについてご説明させていただきます。株式会社クアンドの下岡です。よろしくお願いします。私のですね、実家は九州で建設業を営む会社です。そこで今経営課題となっているのが人手不足です。仕事があるけど今人手不足で仕事が取れない状態が続いています。その中でも特に利益に影響を与える現場管理者という人は圧倒的に足りていません。現場管理者は何をする人なのか。彼らは作業者に指示を出しながら各関係者のハブとなって仕事をするため非常に仕事が集中します。またある程度経験と知識が必要なためすぐに代替が効きません。その結果人手不足と長時間労働というのが問題になっています。これ個別の会社の問題ではなく業界全体の問題です。この20年で約 30% 就労者は減っており、現場管理者の不足によって入札率の不調率は上がって10件に1件は今国土交通省の工事は不調になっています。国もこれに対して対策を打とうとしています。これまでは1人1現場必ず常駐専任しなければいけなかったのですが、今後は規制を緩和して1人2現場見れるようにします。これ一見国からすると非常に精度のいい効率のいいルール改正なのかもしれませんが、ただでさえ忙しい現場の管理者はさらに忙しくなる可能性があります。どのような働き方をしているのか。これはある現場管理者の1日のスケジュールです。朝4時に出てきて遅い時は10時、さらに遅い時には24時まで働くことがあるそうです。そのような労働環境なので、現在は建設業の業界から人材が流出していっています。同じような職種を選ぶ人は少ないという結果が出ています。ではこのような人たちは何をしているのか、業務を分析してみました。彼らは現場で作業することはほとんどありません。レポートを書いたり現場での指示をしたり打ち合わせをしたり移動したりといういわゆる関係者への情報共有やコミュニケーションというのが主な彼らの仕事です。そのようなところに非常に非効率かつアナログな部分が多いというのが課題です。実例を挙げます。例えば現場で図面にない配管が出てきたのを職人が発見した場合、自分で判断ができない場合は現場管理者に電話をします。電話でも伝えられない場合は現地に現場管理者がいて現地現物で確認をします。そのための移動が非常にコストになっています。またそこでも判断がつかない場合は発注者に確認するんですが、現場で写真を撮ってそれらをレポートにしてメールで送るために非常に煩雑なワークフローがあり、また発注者側でも非常に工数を食ってしまいます。このような資料作成の手間や面倒な申請フローが非常に問題の一つになっています。またこのような現場で新人が先輩に点火線のフィルターチャンバーを確認してみてと言われたときにどこをどうすればいいか分かるでしょうか。実は点火線というのはこの上にある空調のことなんですが、チャンバーはその中にあります。こういったものベテランが聞けばすぐに分かるんですが、新人は頭でイメージができないため指示を言葉で聞いても分かりません。こういった問題を解決するのがシンクです。それではデモをご覧ください。これは事務所にいる現場管理者が現場にいる作業者に電話をかけているところです。
電話がつながると現場側のカメラが立ち上がり、そこに対して双方向にポインターで指示をすることができます。そこを開けてください。また指示が音声からテキスト化され、騒音環境でも指示することができます。このように図面を共有しながら説明したり、遠隔からスクリーンショットを撮って、その撮った画像に対して描画をすることで、どのような状況かというのを詳しく説明することができます。またこれらの資料をそのままチャットに流すことによって、チャットの中で承認まで完了させることができる、そういった機能がついているのがシンクになります。こちらがシンクのデモ動画でした。実際三谷産業さんという一部上場企業の会社さんと実証実験をして、約 80% の業務効率化ができることが分かりました。将来的には建設業だけではなく、メンテナンス業や保守運用、そして不動産や施設管理、観光業など、現場のあるあらゆる仕事に対してこのシステムを導入していきたいと思っています。実際に現在いくつかの会社さんと一緒に POC を進めている最中です。ターゲットとなる市場は、一人親方が建てているような戸建てのリフォーム、戸建てやリフォームではなく、ある程度複数社が集まるような大きな現場から市場を取っていきたいというふうに思っています。市場規模です。このような現場のある仕事というのは非常に働く人が多く、市場も大きいです。建設業からまずは攻めて、その後は現場のあるすべての仕事に、取っていきたいというふうに思っています。チームメンバーも、産業、レガシー産業の現場を知り、かつテクノロジーに強いメンバーが集まっています。このような現場の仕事というのは、我々の生活を支える非常に大事な仕事なんですが、今若い人が来ていません。そして人手不足で手がつかない部分もたくさんあります。こういった業界をこういうテクノロジーで変えていって、すべての仕事の現場の仕事をスマートに、そしてかっこよく働けるような現場にしていきたいというふうに思っています。クワンドでした。どうもありがとうございました。それでは株式会社クワンド様、よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、ではご質問のある審査員の方、お願いいたします。では坂本様、お願いします。ありがとうございます。建設現場、特にこの中小零細ということになると、実際その製品として非常に便利ですねとかロジカルですねってなっても、実際その受け入れ のスピードというかっていうところでかなり苦労されるところがあるんじゃないかなと想像するんですが、そういったその実際 その反則のところで工夫しているポイントとか、ご自身のバックグラウンドをベースにしたその強みとかっていうのがあったら教えていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。大きくですね、民間企業と公共事業でちょっと分かれた売り方をしていこうと思っています。公共事業に関しては国交省と各自治体レベルで、ルールが決められるものっていうのが別々にあってですね、実際今その北九州市さんとその自治体が決められる範囲で、実証実験を行いながら使えるものにしていっています。でそこのスタンダードになったものを他の自治体に広げていこうというような戦略があります。で民間企業に関しては比較的、親子関係というか受発注関係があるので、上の、親会社が使えといったものが下に広がるようなところをパートナーとして組みながら、そこへの導入を今、実際に進めている最中です。はい、ありがとうございます。それでは他にご質問ございます方、はい、それでは中野様、お願いいたします。ありがとうございました。業務効率が8割上がったとかって話があったと思うんですけども、実際には業務効率の定量としてのその測り方ってどういうふうにやってるんでしょうか。はい、すみません、こちらのちょっと8割は語弊があったのかもしれないんですけど、これはある確認作業に対して今まで、時間をかけていたものが8割削減できたということなので、全体からすれば数十分というところの、移動ですね、移動して遠隔に行ってそこまで確認するという時間が削減できましたというところです。でそれ以外にもこれを使って今どれくらい定量的にやれるのかっていうのを実証実験進めている最中でして、それをもとにですね、どのくらい削減できたかというところをもとに金額も決めていこうというふうに思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。他にいらっしゃいませんでしょうか。ICT メンター様も、はい、ありがとうございます。それではマイクをお持ちいたします。
下岡さん、ありがとうございます。勝也です。どうも。どうも質問をしたいのは、このビジネスをスケールさせるために、はい、一番なんだろう、そのスケールさせる上での要素っていうのは、まあ、今足りてないところっていうのは何ですか。例えば人的リソースとか戦略がちょっととか、まあ、いろいろあると思うんですけども、今一つだけ挙げるとしたら何があったらスケールしますか。これをですね、一緒にやっぱり広げていただくパートナーという意味で、そこをやっぱり今我々は一番求めているかなというふうに思っています。というのも、まあ、これって本当に業務のワークフローにぴったりと合わせていかないと使えるものにならないので、まあ、その実際の現場が本当にどういう課題に困っているかっていうのを把握した上で、こういう使えるものを作っていくと。で、今やれているのは、まあ、私の父の会社はじめまだ見えている範囲が少ないので、まあ、そこをですね、大手さんであったりとか、まあ、いろんな現場を複数持つ会社さんとパートナーを組んで使えるシステムを作っていくパートナーというのが一番重要かなというふうに思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。それではお時間となりましたので、このあたりで終了とさせていただきます。株式会社クアンド様、ありがとうございました。ありがとうございました。